始まり始まり、今日の焦点北九州、お題は大学演劇ラボ。北九州芸術劇場が開催している大学生のためのプログラムです。北九州市での劇場文化を育むため、この経験を通じて若い世代にもより演劇の魅力を感じてもらえればと実施しています。今年の大学演劇ラボには9つの大学などから12人の学生が参加。学生たちが期間限定の劇団を結成し、プロの指導を受けながら短編の舞台作品を作り上げます。初めて演劇を作る側になりますっていう人がほとんどだったので、最初は何からやっていいんだろうっていう感じだったんですけど、今はもう一つ一つやっていくことが楽しんでいるような感じがしています。はい、この日は俳優ワークショップ、熱のこもった演技、どうすれば見てくれた人に伝わる演技になるのか、表現力を磨きます。やっぱ全然やったことないのをやるのは楽しいし、見てる側と違くって、実際にこう演じてみたりとか劇作ってみる側だったら刺激が受けれてとても楽しいです。演技のワークショップだけではなく、音響や舞台設定のワークショップを通して演劇作りを一から学びます。この日挑戦したのは舞台の照明、街の風景、森の様子などを照明を使って表現するには、どうもあったがいいと思う。上のラインとか昼の無理って感じ、夜感強いよね。ああ、やっぱあったがいいね。シーリングライトをつけて、こっち緑で行こうか。場面ごとに光の量を調整しないといけないとか、考えたら延々と出てきちゃうようなことで決めるのが難しいなと思いました。大学生が半年間取り組んだ成果は、3月下旬以降に北九州芸術劇場の YouTube で公開予定です。一から自分たちで台本自体も作り上げて、大道具も作って、構成も考えてっていう風になってるので、私たち大学生じゃないと見せられないような世界観っていうのを感じてもらえたらと思います。今日の焦点、大学の垣根を越えて一から作り上げる大学演劇ラボ。演劇の魅力に触れ、作り伝える若き演劇人。